札幌東区の無職小野勇被告は去年10月自宅アパートで小樽市の22歳の女子大学生に頼まれ首を両腕で絞め殺害したなどとして嘱託殺人などの罪に問われています今日札幌地裁であった初公判で小野被告は起訴内容を認めました裁判で検察側は 十分な計画性があり、責任能力があるなどと指摘したのに対し、弁護側は犯行時心神耗弱状態だったとして執行猶予を求めました。